堀本は日本の政治家。君党は朝日小受賞。愛知県江南市議会議員。2021年5月13日より同議会の議長を務めている。前、江南市長。江南富士クラブ代表。1945年4月28日、愛知県江南市生まれ。1964年3月、愛知県立美北高等学校卒業。 1995年の港南市議会議員選挙で初当選。1999年4月、港南市議会議員選挙で再選。2003年、20年ぶりの選挙戦となった港南市長選挙に民主党、保守新党の推薦を受けて出馬。他の3人の無所属新人候補を破り、初当選。当日有権者数、人最終投票率。 63.39%2007 年の市長選では、元市議など対立候補2人を破り再選。当日有権者数、人最終投票率 60.19%2011 年の市長選で参戦。当日有権者数、人最終投票率 52.36%2015 年4月26日に行われた市長選に4期目を目指して出馬したが、 前市議の沢田は延べに敗れ、市長を退任した。当日有権者数 79,、79,728人、最終投票率 53.、53.64%市長退任後の2016年11月3日、地方自治功労により朝日賞受賞を受賞。2019年4月22日に行われた、市議選に出馬、当選し、再度市議となった。大矢部ゆか数と、 無所属クラブを結成し、代表を務める。2021年5月13日、港南市議会臨時会で議長に選出された。任期は申し合わせで1年。議長就任は初めて。議長就任に合わせて、自身が代表を務める会派、無所属クラブを港南富士クラブに改名した。ありがとうございます。